時計草科は、皮脂植物のトガの一つ。代表的な種に、観賞用の時計層と果実を栽培する、パッションフルーツがある。亜熱帯から熱帯に分布し、温帯では果物として、あるいは観賞用の園芸植物として栽培される。高木、低木あるいは鶴で、葉は単葉、または手のひら状腹葉。鮮やかな色の花をつけるものが多い。脂肪上位。 三赤に分けられる。全体で約三十属選手が属するが、時計相続にその半分以上が含まれる。クロンキスト体系では、時計相赤のみを時計相化としており、花などの形態をもとに、ウリカやスミレカとの関連があるとして、スミレ目に含めていた。次のような系統樹が得られている。パッシフローらしいスティーブンス、PF。 2014年12月16日へ閲覧。徳岡、トール、モレキュラー・ファイロジェネティック・アナリシス・オブ・パシフローラシー、センスロット・ベース・ドーン・プラステッド、アンド・ニュークリア・ DNA ・シーケンシーズ。ジャーナル・オブ・プラント・リサーチ125、489から497、ドイ、10.1007、S1026501104724。ありがとうございます。